今日ちょっとカツオクさん麹橋 PT を言いたいと思います。風結構きついですね。すべてインナーで上がられるそうでございます。もうすでに暑いで気温今 8.7 度なんで、時期的にはちょっと暖かめですね。六甲のこの麓にしては。カツオクさんギア3枚目に入れてますね。27ですかね。いつもは脇道行くんですけど、この下の道なんですけど、TT コースで行きます。前半ですけど、まあまあこれ悪くないですペースは。で上りこれ 10%、今 11%。この辺になってくるとね、若干しんどいです。私も今30、一番軽いやつで行ってます。加藤さんも30で行ってますね。34、まだ温存していらっしゃいますね。今日の気温計は6度、6度でございます。加藤さんこれ快調に飛ばしてますね。40分の前半ぐらいでね、ひょっとしたら行けたりするかもしれません。ただ暑いのでちょっとジレは脱いでおくべきでしたね。ラブ六甲さんのバッジをつけていらっしゃいます。653見えますかね。シャドウ 17%、 ちょっと厳しめのコーナーですね。ここは15、16が続いていきます。踏ん張りどころです。ただ時速5キロぐらいでしょうか。頑張ってます。かないやベストまだ分かんないでしょ。行ってください、行ってください。ギアを上げましたね。ここも 17% 表示されてますね。先がね見通せる上りは結構辛いです。家からだいたい500ぐらい登ってきた感じですね。 TT スタートが250ぐらいの地点なので300登った感じでしょうか。あそこさんベストタイムは48。東ルートの麹橋一軒茶屋が48ベスト。六甲山頂へあと 2.8 キロ、法典料金所標高が714、あと150。ちょっと上の方は霧がかかってる感じでございますかね。雨は降ってないですが路面は結構濡れてます。標高が800を超えてきましたので、あと30ぐらいでしょうか。ほぼ稜線に出ました。標高846メートル、これを超えるとまもなくトンネルです。さあ今回は全てインナーでチャレンジするということで、幸太郎先生の教えをそのまま頂戴してチャレンジしております。トンネルが見えてきましたね。さあここでちょっとスピードを上げたいところですが、ちょっとギアが重たいんじゃないでしょうか。大丈夫ですか。軽めでいきましょう。もうちょいです、もうちょいです。さてどうでしょうか。最後加藤さんも漕ぐ。フィニッシュ、フィニッシュです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願い申し上げます。